ここでね、ぐるぐるするんよ。んー、なんだ、もうなんでもありやん。こんにちは、グリードです。今日はですね、旧モダンオフェア3をやっていきたいと思います。 Xbox 版ですね。今年の COD は、モダン3のリブートっていうのが確定してるので、おそらくね、マップとか武器もこの旧モダンオフェア3から絶対何かしら来ると思うんですよね。僕は ACR 絶対来てほしいですね。モダン3が、2011年でシリーズとしては8作目らしい。まあ早速ちょっと検索かけてみます。ラッシュゲーミングはレンズアップルさんのサポートを受けてます。コンタクトレンズのクーポンは動画概要欄です。はい、というわけでマッチングしました。3ピン部屋、ただこれスコア 2万どころじゃねえ。なんだこれ、これチーター部屋じゃねえか。チーター部屋でも多分そのオートエイムとかそういう部屋じゃないな。多分これは、うわ、レベルが一瞬で上がる部屋じゃねえか。あ、レベルマックスになっちゃった。レベルマックスになっちゃったよ。まあ、まあでもこんな部屋あったな。いや、当時もね、こういう変なチーター部屋あったんよ。あの、プロモット部屋とか。待って、これ、あとみんなスナイパー使ってる。これスナイパー部屋だ。スナイパーチーター部屋だ。OK。強え。うわあ、ちょ、MSR 使おう。もう、当時この武器しか使ってなかったからね。モダン3はね、とにかく、SR がほんと強いの。もう、バケモンみたいに SR が強くて。待って、まだいない?そこ。あ、目の前湧いてきてる。しかもこれ部屋 !OK? 終わる?これ。これは僕プレイしてていいんかな?いや、ほんとは多分ダメだと思う。でも当時からあったよ。あの、スーパージャンプ部屋とかね。ジャンプ力が異常に高くなる部屋とかあった。でも待って。うわ、スナイパーで遊べるぞ、ここ。よし。いや、対物ライフルでさ、こんな覗き込み速度速いのおかしいよな。モダン2が、その爆発物がとにかく強いっていうね、話を前回したと思うんですけど、まあ、動画でね。うまい。で、まあ、モダン3は爆発物に関してはだいぶ弱いんですよ。弱体化されてるんだけど、SR がね、アホみたいに強いんだよね。で、この後も BO1 だったかな?あれ?作品の順番としてはそうだっけ ?BO1 でスナイパー今度はね、クイックショットができなくなるっていう弱体化のされ方をしたんだよな。極端。SR が強すぎて SR 人口増えまくった結果、もうクイックショットもできないようになり、で、なんだかんだして、今のバランスに落ち着いたんだけど、まあ、確かにね、SR 強いの楽しいんだよな。でも、ここまで強すぎるのはね、ちょっと問題なんだよな。難しいところで。でも、この COD のスナイパーが強いおかげで、オプティックとかね、フェイズとか、そういうフィードチームが生まれて、で、そこからプロ、ね、チームにどんどんなっていったから、オプティックフェイズを生み出した、文化ですよね、SR は。ああ、全部解除しちゃってるよ。まあ、もうこんだけさ、2011年のゲームでしょ?まあ、もうさすがに、何も対策してないよね。してたらびっくりだわ。モダン3、そうだよ。サポートキルストリークってのがあって、これが、めちゃくちゃ強いというか、めちゃくちゃうざいというか、あの、デスしてもストリークが繋がるんだよ。ただ攻撃系じゃなくて、あ、攻撃系もあるのか。あの、新型 UAV、アドバンス UAV とか、ステルス爆撃 EMP っていうのがね、とにかく強くて。まあ、EMP はね、敵のレーダーとか、UI を全部無効化するっていう、クソストリークなんだけど。これがね、あの、デスしても呼べちゃったから、まあ、地獄でしたね。さあ、再び始まりました。さあ、この部屋はどうなのかな?え、待って!なんかマップおかしい!マップがおかしいぞ。え、ちょっと、え、ん?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 なんだ、チーターさんはマップの形も変えたのか。え、なんかここすっきりしてるんだけど。ほら。ちょっと待って。
どういうこと？ちょっと待ってよ。てか敵が全部え、なんかすっきりしてる。マップ改造してるってチーター。いや、これは当時でもマッチングしたことなかったな。初めてだ、こんなの初めて。でも見えないだけでマップがあるのか。これアドバンスト EV 出ました。アドバンスト EV 出しちゃおうか。シリーズ初登場ですよこれが。オッケー、そこ復活してくる。オッケー、待って、後ろこっち来てるよ。オッケー、うまいうまいうまい。おいおい、あーた、いやー、楽しんでいいのかこれ。楽しんでいいのかこのチーター部屋を。いやー、もういいでしょこれ、昔のゲームだからな、もうさすがに。あ、やっぱスコアおかしい、これ多分終わんないわ、75点じゃ。いやもう、みんなで、これ、みんなでさ、普通にプラベやった方がいいじゃん、このメンツで。EMP はさすがに嫌がらせだから呼ばないであげよう。優しい。当時ね、僕好きだった、COD4 で好きだったね、チーター部屋があるんだけど、これ、言葉的聞いたらとんでもないけど、そのオートエイムとかじゃなくて、PC 版のプロモット風になるね、チーター部屋があったんよ。だから、ホブが上がるみたいな、コンソールなのに。それがね、めちゃくちゃ楽しくて。その部屋にマッチングするのはすごく楽しみだったんだよな。さあ、これ今 EMP 食らってる状態ですね。こんな感じで UI も全部消えるし、ドットサイトの赤点も消えるんよ。本当にクソ。本当にクソ。なんでこれ、消えなかったんだろう。今考えたら、うんたほだな。OK。いやー、でも MSR 楽しい。不正に解除しちゃったやつだけど、でも意図してね、解除したわけじゃないからな、ちょっと。なんか、スライド移動し、いや、今のラグかチーターか。いや、でもどういうチーターだ、チートだったとしたら。ここでね、ぐるぐるするんよ。なんだ、ちょっと待って、空飛び始めてるやついる。そうおかしいぞ、おいおいあ、これはねチーターです。ちゃんとした、ちゃんとしたってどういうことや。健全な SR 部屋かと思ったんだけど、いやもう健全ではないが、もともと健全では決してないが。ワンダン、いやー外すか。そうだね、結構動いてちゃ当たんないんだよな。しっかり打つとき止まらないと。ちょっと待って、ドラム缶がなんか、ドラム缶が動いてる。ドラム缶が動いてる。ちょっと待って、なんだあれドラム缶が動いてるんだよ。なんだ、目の前に穴が塞がれてる。あ、でも通れる。は、え、マップ変えられたマップの形変えられたんだけど、通れなくなってるんだけど。え、そんなことできる？え、初めて見た。さすがに、そんなことできるチーターには今まで会ったことないぞ。なんか固まりましたね。リセットされたゲームリセットされたんだけど、もうなんでもありやん。管理人じゃん、完全にこの部屋の。あれ ?COD にクリエイティブモードって追加されたっけ？マップ作れる。OK？ インサーション焚いて。飛ばして。やばい。なんか、目の前に救援物資が生まれてきてない？なんかおかしくない？なんか目の前に救援物資が生まれてきてんだけど。え？うん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 、だって救援物資がそこ、え？救援物資で塞がれてる
なんだこの部屋の管理人がそこで倒されすぎてちょっと怒ったんかな。塞がれちゃったんだけど。ちょっと待って、ここまで来たら一体何ができるのか楽しみになってくるな。何でもできるよね多分。いやー、 MSR 強すぎだな。ちょっとまた塞がれてんだけど、こっち側。これいつ終わるんだ。まだっすか。まだ終わんない。ん、な、待って、すごい硬いのいる。ちょ、あれ多分管理人じゃないか。あそこに棒立ちに、あれ多分管理人の方だ。なんか無敵になってるわ。あ、終わった。なげえ、20分以上やってたぞ多分。お疲れ様でした。まさかのチーター部屋でしたね。まれにね、そのアカウントを破壊するようなチーター部屋もあるから、そこは注意ですけど、まあ今んとこそういうの聞いてないな最近。皆さんもぜひ、あの Xbox 版の COD 過去作はね、わりかしどの作品もマッチングします。あの COD3 とか2とかは分からないけど、それ以外は基本的にマッチングするんでね、ぜひやってみてください。まあ、チーター部屋には一応気をつけてください。では、よかったらチャンネル登録、高評価をお願いします。バイバイ。